こんにちは、唐辛子TVの動画を見ていただきましてありがとうございます。ここは千葉県の習志野市津田沼におります。こちらに湘南パンケーキというお店がありますので行ってみたいと思います。こちらがメニューでして、これがパンケーキのメニュー。いろいろなパンケーキがあって、どれも美味しそうで迷ってしまいます。こちらはパンケーキ以外の料理のメニューもありました。いろいろあって美味しそうです。今回注文するのはこちらのアメリカンチェリーとシナモンのパンケーキ、それからスピナッチカレーを注文することにしました。こちらがカレーでございます。サラダもついております。こちらがスピナッチカレーです。いただきたいと思います。カレーとご飯を一緒にこうやっていただきましょう。耳ダマダマ。いただきます。うまっ。ほうれん草感がしっかり出てるのと、あとカレー自体がめちゃくちゃうまいよこれ、うん、あ、これ美味しいな。今サラダです。やっぱサラダいいね。カレーにサラダよく合います。これいいですね。でこのなんかクリームみたいのもちょっとかかってて、うわ野菜も一緒にいただこうかな。すごい、このカレー自体がめちゃくちゃうまいね。そこにほうれん草がちゃんと味がしていて美味しいです。美味しかったです。落ちた。パンケーキいただきたいと思います。ちょっとさっき落ちちゃったのをもう一回のせまして、クリームをのせて、ちょっとクリームだけでどんな感じか食べてみようかな。よし、いただきます。ああ甘い、甘すぎず辛すぎず、美味しい。辛すぎは関係ない。ちょっとこれずらして、これ3枚に分けて、バター、これバターだね、バターも分けていきましょう。こうやってさあ、いただきますよ。ここから切っていきましょう。みんなこのふわふわ感、それにほら、これをブルーベリーのソースにたっぷりとつけまして、こんな感じ。いただきます。ブルーベリーも乗せとこうかな。ブルーベリーも乗せて、クリームとかバターとかを各種全部乗せて、いただきますよ。いただきます。うん、うまっ。なんかふわふわ感がすごい。そして甘すぎるというよりはもうなんか甘すぎず、甘いんだけどこの甘さがね、極端でただ甘いだけじゃなくて、甘さの中にもいろんな深みがあるような感じ。何言ってるのか分かんないけど、すいません。美味しいです。グッドボーイ。ここにこういった、これ何、シロップ、シロップがありましたね。このシロップをですね、ちょっとかけてみたいと思います。あんまかけすぎ、出ない。あんまかけすぎるから、あ、出た。軽くかけても、振らないと出ないか。こちら、パンケーキ、うまそうだね。いただきます。
それでは最後の一切れいただきたいと思います。よっ、たっぷりと、たっぷりとこうしてつけて、こうしてたっぷりつけましていただきたいと思います。うん、いやー、どうも、どうも。美味しかったです。これにビールじゃなくてコーヒーが合います。これ赤ワインとかもね、多分合うと思います。美味しかった、美味しかった。アメリカンチェリーとシナモンのパンケーキとほうれん草のカレー、なんだろう、スピナッチカレーをいただきました。美味しかったです、どうもお疲れ様でした。はい、ということで行ってきました、湘南パンケーキです。美味しかったです。ちょっと人が映らないように上の方をこけて撮りたいと思いますけども、こちらの湘南パンケーキ行ってきました。美味しかったです。パンケーキがね、もうふわふわで、いやー、あれは食べ応えありましたね。あんだけ厚く、こうね、厚みに焼いていて、しかもふわふわ、いやー、いいですよね。で、甘いんだけど、その甘さもね、ただ単純に甘いだけじゃなくて、とても美味しかったです。で、結構料理系の一品料理とかはそんな大したことないのかなと思ったんですけども、それが期待をいい意味で裏切られるような感じの美味しいカレーでした。だからね、多分他の一品料理というかパンケーキ以外の料理も多分美味しいんだと思います。だからまたぜひ来ていろんな料理を食べたいなと思いました。ということで今回は甘いものを食べた動画なんですけども、結構ですね、甘いものを食べるの珍しいなとか言われるかもしれませんけど、私割と甘いもの、割とというか結構甘いもの大好きなんで、しょっちゅう甘いもの食べてます。甘いもの結構食べるんですよね。だからこういう系の甘いもの動画も、この今後 YouTube にどんどんアップできたらいいかなと思います。はい、ということで今回は唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございました。で、またこの動画をいつアップするか分かりませんけども、リアルタイムの情報は Instagram などにもアップしておりますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。